はい、どうも、カパ園長です。じゃあね、まず最初、この天皇皇后両陛下の、この訪英した時のね、このまあ、エリザベス女王の弔問にね、まあ、この国葬儀、まあ、参列されたんですけども、で、その時にね、ちょっとなんか、ただこれはね、僕も最初、と思ったんですけども、内容をよくよく見てみたらね、全然違うんですよね。マスコミがなんかこれ、悪意を持って、ちょっとなんかこの分断というか、この世論を、なんかこの煽るみたいな、なんかそういうこのなんか意図を持ってこのね、この書いてるんじゃないのかなってちょっと思ったんですけどもね。で、まあちょっと続き後半、サロンの方ではね、とある半島のあの国の大統領が待ち伏せて、まあ天皇陛下にね、ちょっと挨拶するとかしないとかみたいな。ってなるとやっぱり乗り合いバスは、やっぱやめた方が良かったのかなみたいな。なるべくこのね、他の人はともかく、でも基本的にはさ、ね、まあ、世界各国のこの王家、ね、この王族がいらっしゃるこの国地域っていくつかありますけども、から、代表者がね、まあ、国王その人だったりとかが、まあ、弔問に訪れてるはずで、まあ、別になんていうの？どっちが上とか下とかそういうことじゃなくて、でも実際このね、この序列みたいな、なんかそういうのはこの、確かにあるわけじゃないですか。偉いとか偉くないとかじゃないですよ。って考えたらね、まああの国のね、この大統領に限らず、ね、一国の大統領とか首相とかこの総理とかっていう、ちょっと違うわけじゃないですか。ね、ちょっとというか明らかに違うわけじゃないですか。別にこの差別とかそういう意図はないですよ。ね、でも違うものは違うんで、これやっぱ区別せざるを得ないですよね。しかもこのとある半島のあの国みたいに、ね、アポも取らずに、待ち伏せてね、っていうことを平気でやるような輩には、やっぱりこう遭遇してほしくないわけじゃないですか。ね、で、だって何してかすか分かんないじゃないですか。いくらこのね、一応見た、なんていうかな、この、表面上は、ね、この前任者のこのね、前大統領とは路線が違う、日本にこの歩み寄ろうとするそういう姿勢を示している政権の大統領とはいえ基本やっぱ違うわけですから、ここはやっぱそうだから、あの国に対して警戒するっていう意味だけ考えたら、特別専用車両は手配すべきだったんじゃないのかなとは思うんですけどもね。あと、まあなんか、それに関係する、実はなんかね、実はこの弔問ね、そもそもこの弔問を許可されてもなかった。招待されてなかった。いや、されたけど取り消されたのかみたいな。そんなわけのわからん話が出てきたんでね。あ、これ天皇皇后両陛下じゃないですよ。とある半島のあの国の大統領夫妻の話ね。まあ、こっちはちょっと後半サロンで見ていきましょうか。ね。いや、なんかこうね、いろいろとこの遠慮しながら喋るのって僕も胃に良くないんでね。じゃあこの天皇皇后両陛下のお話からいきましょうかね。なんかバスで、相乗り、ね、バスで移動みたいな。まあただね、これ一般客も混ざってね、なんかこの朝のラッシュとかに、放り出されたとか、そういう話じゃないですからね。このバスもなんかこの専用バスみたいなもんでしょ。シャトルバスだから。結局なんかこの弔問に訪れた世界中のこの要人、VIP の方々、複数、ね、多分後ろに見えてるのこのブータンのね、軍港夫妻ですよね。だからまあ、ね、天皇皇后両陛下も、ね、いろいろこの皇室外交、今までね、即位前なんかも含めたら、皇太子時代とか含めたら、世界中ね、あちこち、行かれてるんで、なんか顔見知りって言ったら変ですけども、まあなんか初対面ではない人もたくさんいるはずなんで、まあ、そういう意味じゃ別に、どうなんだろうって思ったんですよね。で、よくよく見たら、これ天皇陛下が辞退してたっていうんですよね。だからマスコミが言うような、この宮内庁が無能だとか失態とかっていう、それ以前に、ね、天皇陛下が、なんだろう、いや別に、なんかその、この、普段のこのね、外交で、訪れたわけじゃないと、ね。そもそもエリザベス女王陛下の弔問に訪れたんだから、ね、
うん、自分らがなんかこう厚遇、手厚くなんかこうそういうのはね、そういう場ではないと、なんか自らなんかそう辞退されたっていう、それが本当のことらしいんですよね。だからこれをなんかわざわざ、うん、なんか天皇皇后両陛下もさもなんかびっくりしたみたいな、そんな感じでこの伝えようとしているこのマスコミはどういう意図でそんな書き方してんのかなって、逆にそこが気持ち悪いですよね。うん、いいじゃないですか、ね、むしろこの天皇陛下のなんか、わかんないですよ、僕も別に面識があるわけじゃないんで、ただなんとなく今までの、ね、この様子をこの拝見させていただいて、まあ、なんかあとはその界隈でね、このこう出てくるこのニュースなんかも見せていただいて、察するに、ね、大変恐れ多くもですけども、うん、まあ、人柄、普段のこのなんか発言とか行動から想像できる、あくまでも僕の勝手な解釈、個人的な感想ですけども、なんかその、VIP 待遇っていうか、特別待遇されて、とりあえずなんかこのふんぞり返ってね、調子こくタイプの方ではないですよね。ね、あの、とある半島のあの国の大統領とか、まあ、あそこはもう大統領に限らず一般人もか、ドイツもこいつもですけども、そもそもそんな奴らとこの比べるのも大変失礼でおこがましいんですけども、批判を恐れずあえて言わせていただくと、そもそも天皇陛下ってやっぱり、そういうのを、なんていうのかな、まあ、あるいはそのおもてなし、だから自分がこの普段のこの皇室外交っていうことで、ね、この皇太子時代からいろんな国地域にね、うん、訪れてらっしゃる、普段の外交とはね、違うっていうのをまずわきまえてらっしゃるだろうし、でしかも今回その天皇陛下が、ね、この他国の、まあ、女王陛下、まあ、国王陛下、ね、このなんか葬儀に参列するっていうのはそもそも異例ですよね。うん、だって天皇陛下、要はこの、陛下から見てこの進化というか、格下っていうとちょっとなんか当たりきついんですけども、でもまあ要はそういうことですよね。の、ためになんかこの、足運ぶっていうのがそもそもね、ありえないというか異例のことらしくて、っていうのもやっぱりね、当然もう理解してると思うんで、ね、自分が俺がみたいな、ね、あいつらとはちょっとやっぱりそういうね、常軌を逸したやつらとは当然違うわけですからね、やっぱこのなんだろうな、純粋に、ね、弔問に訪れたんだからね、なんかこのもてなされたりとか特別待遇されたりとかっていうのはね、必要ないと、ね、そういう場ではないと、だから丁重にお断りしたと、普段だったらなんかね、おもてなしということでね、ありがたくなんかいろいろとこのね、相手のなんていうのかな、その歓待するこの気持ちとかも組んでなんかそういうのがあるんだろうけど、今回はそうじゃないっていうのをね、分かってらっしゃったってことですよね。まあ、たださっきも言った通り、このただ一点ね、とある半島のあの国のやつらにね、万が一奥が一ですよね、分かんないじゃないですかね、だってアメリカのこの大使平気でこのね、乱暴働くようなね、そういう国のそういうやつらですよ、そういう危険性がね、あったなかったっていうところを考えると、ちょっとなんかもうね、差し出がましいんですがって、この宮内庁がね、なんかまあわかんない、まあ、体張ってね、ね、お叱りは後で私がね、私の責任で私が受けますんでっつってでやった方が良かったのかなってちょっと思わなくもないんですけどもね、とりあえずね、天皇陛下はやっぱりね、天皇陛下でらっしゃったっていう、そういうことですよね。こういう書き方伝え方をしようとしてるマスコミは何なんだろうな、相変わらず気持ち悪いな。じゃあ後半サロンはね、このあの国の大統領がまんまと、でも挨拶っていうから、まあ、遭遇した、もう本当になんかこうね、見かけたっていうだけのレベルのような話なんですけども、ね、まあ相変わらずこう失礼な書き方してるんで、ね、あの国のマスコミなんでね、ちょっと後半サロンの方にしましょうか。今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。